の開幕ローテはない。岡田入れたら怒られるわ。去年の6人に阪神岡田監督門別の開幕ローテ入りなし名言。入れたら怒られるわ。去年の6人に誰かが調子悪いとか怪我とかしたらそこで割って入ろうというのはあるかもわからんけど、それはない。 100% ない。そんな簡単にああいうポジションを明け渡すもんじゃないもんな。門別の扱いには納得やな。投げてる球は高卒2年目じゃないけど経験値は高卒2年目やし、まずは先発7番手という位置づけで。ってことは西雄も大竹くんも開幕に間に合うのかな。去年投げたイニング数は2軍55打数1軍8で63と、まだ年間投げたことないもんな。どんでんがピッチャーリスペクトしてる感じ。ええな、まだ高卒2年目なんだな。このまま毎年シーズン始まる前に話題になるパターンだけはやめてくれ。門別は今永になれる。先発陣が分厚いのが吉と出るか京と出るかだな。春とはどうなんや。去年のビーズリーが投げてた当たりのポジションかな。成長が楽しみだわ。ご視聴ありがとうございました。阪神の有益情報や過去スレ比較などを発信していきます。チャンネル登録お願いします。